諸君は美女と野獣の野獣の元になった男について知っているかな？聖堂では今まさに若いカップルが結婚式を挙げようとしていた。先に入場した新郎に向けて父親と一緒に入場する花嫁。ベールで顔が見えない状態だが、その華麗なオーラから参列者は息を呑んだ。いよいよ花嫁は新郎の隣に立ち、二人は向き合う。しかしその瞬間、彼女の表情は固まった。そして彼女は父親を振り返った。今にも泣き出しそうだ。新郎はどこか申し訳なさそうに目を伏せて黙っている。彼の顔は体毛に覆われ、まるで野獣のようだ。花嫁はショックでガタガタと震えている。一体これはどういう状況なのか。参列者の中に一人満足げな笑みを浮かべる女性がいた。彼女はフランスの王妃だ。実はこの結婚式はフランス王妃による実験だったんだ。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴメタリー。マドモアゼル、つけたらすこよいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うのビューティー&ザビーストの美女人形やめるですわ。じゃあ私が野獣かい？絶対おかしいから。さて、今夜の話はあの名作童話美女と野獣の野獣のモデルになった男について。彼はただただ毛深かっただけなんだ。しかしそのせいでとんでもないことになったんだぞ。言うの実在した野獣。まずは簡単にディズニー版美女と野獣の話をおさらいしておこう。昔々とある城に傲慢な王子が暮らしていた。だが王子は城に一泊泊めてほしいと頼んできた老女を拒否したことで野獣に変えられてしまう。そうして野獣となった王子は、人を愛し愛される真実の愛を見つけなければその魔法は解けないという呪縛を抱えることに。そんなある日、王子はベルという美しい女性に出会うんだ。ベルは野獣の城に迷い込んだ父親の代わりに捕虜になり、城に留まることに。当初野獣を恐れたベルだが、次第に王子に惹かれていく。そして最終的に彼女の涙によって真実の愛を知った野獣こと王子は元の人間に戻り、二人は幸せに暮らしたと。美女と野獣はハッピーエンドで終わる。かなりファンタジー要素の強い物語だが、実はこの野獣にはモデルになった人物がいるんだ。遡ること500年近く前の1547年7月25日の夕方、フランスパリ宮廷ではフランス王に戴冠したばかりのアンリ2世のために祝賀会が行われていた。おめでとうございます。それは貴族や王族が集まって華やかな宴。アンリ2世は誇らしげな様子で座っていた。そこに一人の従者が現れてこう言った。王様、贈り物でございます。それは鉄の檻のようなものに入っており、ベールが被せられていた。ベールが外されると、そこにいたのは褐色の毛をした猿。いや、よく見ると人間の少年だ。なの、人間の少年がプレゼントされてたってことですの？そういうことになるね。アンリ2世の祝賀会より遡ること10年前、毛に覆われたその少年はカナリア諸島のテネリフェで生まれた。生まれた時から異常に毛深かった彼は、物心つく頃には誘拐されて売られた。こうして彼の見せ物としての人生が始まる。そして10歳になる頃、巡り巡ってフランスに渡ったのだった。再びアンリ2世の祝賀会。祝賀会で少年を見たアンリ2世は、舐め回すように毛むくじゃらの少年を見ていった。食べ物をあげようか。しかし少年は何も話さない。というより何を聞かれたのか理解できない様子。それもそのはず、見せ物として生きてきた少年に言語は不要だったから。ただケムクジャラの少年はどう猛そうな見た目とは反対に怯えるネズミのように静か。そんな様子を見てアンリ2世はあることを決心する。それはこのケムクジャラの少年を真摯に育てること。そして彼に人間らしく品位のあるラテン名をつけた。ペトルス・ゴンサルバスと。よかったですわね。王様の下で人間らしく暮らせるようになるんですものね。確かにね、アンリ2世が真摯に育てるって言ってるんだから、そういうことになる。まずは身だしなみとして無駄毛は剃ってあげればいいですわね。と言いたいところだけど、実はそれはできなかったらしい。少年はアンリ2世の下でも苦しみ続けることになるんだぞ。言うの宮廷での生活。ペトロス・ゴンサルバスはアンリ2世のおかげで貴族の子弟と同じ英才教育を受けた。礼儀作法やフランス語、スペイン語などの言語を習得。また貴族の男性と同じ格好をして宮廷内を自由に闊歩した。しかしペトロスが通ると人々は振り返って話したり、好奇の目でジロジロ見たりすることが多かった。なぜなら彼の顔には依然として深く柔らかい褐色の毛が茂ったままだったからだ。王様はペトロスが毛を取り除くことを望んでいなかったんだ。そこで彼は貴族同様に服を着ていてもまるでピアノのように目立つ存在。こうしてペトロスの毛深さ、つまり多毛症は呪縛のように彼を苦しめ続けたんだ。はい、多毛症って何ですの？ここで本日のミッドナイトキーワード、多毛症について。
多毛症とは全身や顔や肩周りの体毛が異常に増殖する疾患のことだ。先天性のものと後天性のものがあり、症例が多いのは後天性の多毛症だ。発症原因に薬物の副作用や悪性腫瘍との関連、摂食障害とのつながりなどが含まれるが、治療によって症状が軽減することが多い。一方、先天性の多毛症は遺伝子の変異により引き起こされる。後天性のものとは異なり、非常に稀なものだが、出生時に症状がはっきりと現れているという。そして実は美女と野獣のモデルにもなったペトロス・ゴンサルバスは歴史上初の先天性の多毛症患者なんだ。一人前になって認められたい。このように思ったペトロスは絶え間ない努力を続けた。人間らしく言葉を操り、品位を持てればもう宮廷のピエロではなくなると考えたからだ。そして彼は貴族が受ける教育を全てマスターし、スペイン語やフランス語など3カ国の言語を流暢に話せるまでに成長する。そんなペトロスをこっそり観察する中年女性がいたんだ。ペトロスめちゃくちゃ優秀じゃないですの。周りから認められるようにとめちゃくちゃ努力したようだね。で、この家政婦が見たみたいな覗き魔は何者ですの？気になるよね。ではこの中年女性の動向を見ていこう。1559年のある日のこと、馬上槍試合に参加した国王アンリ2世は落馬。運悪く亡くなってしまうと、その後ペトロスの後見人となったのは、先ほどこっそり覗いていた中年女性こと王妃カトリーヌ・ド・メディシス。ある日、王妃はペトロスを見ながら思い立つ。この野人に子供ができたらどうなるのかしら。こうして王妃はフランス中からペトロスの結婚相手を探し始めた。いくらなんでもあの野人に娘はやれないね。しかし死者が結婚候補の家に当たっても、相手がペトロスだと知ると断られることがほとんど。花嫁探しは難航した。最終的に白羽の矢が立ったのは宮廷使用人の娘キャサリン。父親が宮廷の使用人だったこともあり、娘に黙って承諾したんだ。これこそ理想の結婚ですわ。王妃はキャサリンを見て喜んだ。なぜならキャサリンは若く非常に美しかったから。まるで美女と野獣のベルのよう。つまり二人は王妃が目指した野獣と美女のカップルだったんだ。野獣のモデルになったカップル誕生のきっかけはフランス王妃の実験だったっていうことですの？そういうことになるね。ひどい。本人の意思は無関係じゃありませんの。残酷だけど王妃は実験したかったようなんだ。さてこの後二人がどうなっていくのか見ていくぞ。言うの？リアル美女と野獣。聖堂では今まさに若い二人のカップルが結婚式を挙げようとしていた。先に入場した新郎に向けて父親と一緒に入場する花嫁。ベールで顔が見えない状態だが、その華麗なオーラから参列者は息を呑んだ。いよいよ花嫁は新郎の隣に立ち、二人は向き合った。しかしその瞬間、驚愕した彼女の表情は固まる。そして彼女は父親を振り返った。今にも泣き出しそうだ。一方新郎は目を伏せて黙っている。彼の顔は体毛に覆われている。まるで野獣のよう。そうペトルスだ。花嫁キャサリンはショックでガタガタと震えていたという。そんな二人を満足げにニヤニヤしている高貴な女性がいたんだ。彼女の正体は覗き見常習犯のあのおばさん。そうフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスだ。あれれれい、この女弱い者いじめをする悪女ばっかじゃですわ。私の黒魔術で懲らしめてやりますわ。ヤミリ君が怒るのも無理はないね。しかもこの後王妃はこの二人にあることを要求し始めるんだ。ペトルスと妻キャサリンの間には男の子が生まれた。その赤ちゃんは母親にの綺麗な肌をしていた。よく頑張ったね。ペトルスは出産でぐったりと疲れた妻をいたわった。しかし王妃は激怒。普通の子供を産んでどうするのよ。そして産後すぐから二人目を要求した。申し訳ございません。困惑し涙を流すキャサリン。王妃に逆らうことはできない。そしてその2年後、二人の間には男の子がもう一人生まれた。しかしその子も母親に似た綺麗な肌をしていたので王妃は激怒。ここまで見てきた諸君はもうわかるだろう。王妃が誕生を待ち望んだのはペトロスと同じ多毛症の子供。夫婦はその後5人の子宝に恵まれる。そしてそのうち4人が父親の症状を遺伝。つまり体中を深い毛に覆われた状態で生まれたんだ。ようやく王妃は微笑んだ。よくやったわ、褒美を授けよう。ここで成長した子供たちの肖像画を見てもらいたい。この二人はマダレナとエンリコと見られている。そしてこの絵は末娘のトニーナだ。どことなく愛らしくさえもある。気深いことを哀れんで可愛く描いた画家がいたんですのね。世も捨てたものじゃありませんわね。本当にそう思うかい？何を言ってきなさい。
王妃はペトルスとその家族を心よく送り出した。ペトルスは多毛症の子供たちを連れて活動しなければならなかった。それはかつてのペトルスがそうだったように見せ物としてヨーロッパ中の王家を訪問すること。行った先では特に研究対象として扱われ、時に注目のペットとして可愛がられる。だから肖像画では愛らしく人気者として描かれたんだ。こうして美女と野獣の家族はヨーロッパ諸国の王室や社交界で人気を博した。しかし人々は彼らを人として見ていたわけではなかった。そして気に入った、いくらかね。こんな要望があると毛深い子供たちは容赦なく売り飛ばされた。キャサリン、泣かないでくれ。ペトルスは我が子を奪われ、妻が泣いても何もできなかった。私さえこんなけだものじゃなかったら。こうしてペトルスの多毛症が不幸の連鎖となり、美しい妻と家族も苦しめたんだ。最初から人間扱いされず、権力者の好きなように結婚させられ、生まれてきた子供にもその不幸が遺伝したんですのね。かわいそうですわ。そうだよね。おとぎ話では魔法が解けてイケメン王子と美女が結婚して幸せに暮らす。でも実際は美女と結婚しても家族までバラバラにされるという悲しい展開だね。救いがなさすぎますわよ。せめてこの夫婦の生活はどうだったのかしら。それは気になるよね。ここからはペトロスとキャサリンの結婚生活について見ていくぞ。言うの寄り添った夫婦。時間は遡り、ペトルスとキャサリンの新婚時代。キャサリンはペトルスを恐れた。その理由はやはり野人のような見た目にある。褐色の毛に覆われた恐ろしい容姿からいつ襲われてもわからないと思うのは当然だった。にもかかわらず王妃は必要に子供を産むように要求した。キャサリンにとってペトルスと寝室を共にすることは耐え難いものだった。だが彼女は分かっていた。子供さえ産めば安泰だと。実際夫婦は王妃という主人によって囲われており、生活は安定している。そんな妻キャサリンの気持ちを分かっているかのようにペトルスはいたわるように言った。無理をしなくていい。私のせいであなたには苦労をかけっぱなしだ。私はあなたが望むようにしたい。毛深くさえなければ心優しい普通の夫ですわね。永久脱毛できればよかったのに。残念だけどそれは今の時代だから言えることだよね。でも見た目は怖い野獣でも中身は人間。キャサリンはそんなペトルスの心に気づいていったようだよ。二人の夫婦仲はどうだったのだろうか。夫婦に関する手記や記録も残されていないため真実は不明だ。だけど諸君にはこの二人の肖像画を見てほしい。寄り添うようにペトロスの肩に手を置くのは妻キャサリンだ。二人の関係性を示すような肖像画は仲良し夫婦だったという希望を抱かせてくれる。ヨーロッパ中で見せ物として晒されてきた一家は売却され、後にパルマ湖ファルネーゼ公爵に所有される。最終的にはイタリアのカポディモンテという地域にある家で静かに暮らしたという。そして唯一残っている記録によると、ペトロスは孫の洗礼式に参加。その後妻キャサリンの死去までの記録はあるが、ペトルスの生死に関しては不明。お墓もないようだ。しかしキャサリンとペトルスは一生寄り添って暮らした。その期間は40年。この話を聞いて諸君はどう思ったかな。このリアル美女と野獣の夫婦に愛と安らぎがあったことを願うばかりなんだぞ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。